レンチ&ジャズクラブへようこそ。今日はクスクスを作ります。材料はクスクス 50g、 鶏もも肉1枚、キノコ2種類、ナス1本、ソーセージ1パック、玉ねぎ1個、人参1本です。手始めに鶏肉の下処理を行います。今回はスープに近いものを作るために鶏皮は使用しません。なぜならばスープに入っている鶏皮のブヨブヨが嫌いだからです。好きな方はお好みでどうぞ。鶏皮を取ったら塩コショウを忘れずにかけてください。続いて玉ねぎと人参を薄くスライスしていきます。キノコとナスは一口サイズにカットしてください。今回使うキノコは2種類です。1本目はフランスでは幻のキノコと呼ばれているオーボリダキ、2本目はトランペットの形式に似ていることから名前がついたトランペットだけです。どちらも手に入れるのは少し困難です。舞茸、しめじ、マッシュルームが代用品としておすすめです。下準備が完了しました。まず最初に鶏肉を投入します。表面が焼けたら取り出して、そのまま玉ねぎ、人参を飴色になるまでひたすら炒めます。ナスとキノコも軽く炒めておくといい感じです。すべての具材を一つの鍋に入れて水を加えて沸かしてください。アクを取って弱火で30分ほど煮込みます。飴色の具材が真っ黒に染まりました。スープが黒い理由はトランペットだけの色です。舞茸、しめじ、マッシュルームなどを使った場合は先ほどのコンソメのような飴色の色合いになります。30分経ったらソーセージを加えて火を通して出来上がりです。クスクスは醤油でにして温かい状態で準備しておくと美味しいです。カレーのようにクスクスと具材を分けてスープを多めに入れたら完成です。少し寒くなってきた今の季節にぴったりの体が温まる一皿です。今回はだしを一切使わず、水とそれぞれの野菜の味を使ったスープだからとても美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。